それを打破したのは援軍として駆けつけた三日月だった。まあいいや、このデコポンポにお任せあるんやもんよ。そして盾となるやはり峰近殿を置いて、他にこたびもまた守護者の二つ名に恥じない戦い。だがウォシスと小生には有事の際、兵と防衛の要となり正常に賜う。ナイテスクル進行もまた正常、正常のお望みは承知した。なお宗近殿不在の間、都の守りに承知した。以上、葬式にヤイコール、矛にデコポンポ、盾に宗近殿、以上の方々、トゥスクル信仰に推挙したく存じます。我が君。待て、おし。何でしょうか。我が名が出ておらぬぞ。そうでしたね。ブライ殿は、おし。先の戦の報告、相当な数の敵兵をあなた一人で討ち取ったそうですね。それがどうし、そしてその大半がナカンであったとか。何が言いたい。ご存知の通り、ナカンは人質を、あなたがもしもっと早い段階で敵の無用な血が流されることはなかった。少子、あやつらのような敗者に。こたびの遠征は見知らぬ土地で初めての敵を相手にせねばなりません。綿密な計画のもと統率された行動が不可欠ですが、あなたは戦いを楽しみすぎる。オシス、この我が足を。私はただ人には向き不向きがある。貴様、静まれブライ。そなたの力、世は高く評価しておる。もったいなきお言葉。故に今は引け。その日のために今はその力。良いに。なお三日月殿には引き続きウズイル使者領の兵艇と残党狩りをお願いします。よかろう。頼りなさげな兄ちゃんといった感じだったんだが、オシトルたちのように武芸に秀でているわけじゃなさそうだが、オシスか。まっ、そのような素性の知れないよ。貴様もだ。貴様ごときがこの場ご忠告、痛み入る。このくらいの腹芸ができなくては、とにかくこんな空気の場所に長居は無用だ。とっとと吐く。ん？この先は行き止まりではなかったはずだが。あ、ブライ。ああ、何か。おっかねえ。すまない。それがしは無敗を誇っていたあの男に天覧試合で土をつけてな、策を弄し、かろうして勝ったに過ぎぬのだが、それをゲレスとそしられ。ということはやっぱこいつも。それにしても宗近以外の発注書はどいつもこいつも一癖ありそうな連中だったが、あの男とは。そう言うな。あれでなかなか忠義に熱い男だ。味方とし、それにしては随分。それだけ彼らにと、こちらとしては目立つことはごめんなんだが、勘弁してくれ兄貴。どうにも下せぬ雷光様。何か気。やはりこたびのトゥスクル遠征、あまりにもせ。シチリアよ。わかりません。神ならざる身には。確かにそう。正常はこれまでの消極的な対外姿勢がウズール社の侵攻を招い、最初はそのようにだが、こたびの調理はあまり。おそらく何か新たな要因。新たな、うん、
恐れ多いことだが、正常の御世は雷光様、そのような不敬と思うか。だが新たな世は到来する。父入り、いずれお前には我が手足となり存分に働いてもらうことになるだろう。御心のままに。ほら。あ、それ私。あ、かたり。ほら、もう行け。今回の遠征は海を渡った。何はどうあれ、お前。それはそうなのでおじゃ。正直マロには災害士なんて向いてないの。マロ、やっとにしてデコポットはその点に関しては同情するしか。先日、今、これ以上放って。なんていうか、ほら。では、パク殿。ああ、またな、いくら手を帰ったらウコンと。やっぱりなあ、鼻水垂らしたまま抱きついてくるな。いや、あいつの相手をしているうちにこのすっごい目の前まで行ってみるか。よう、間に合ったようだな。だ、間に合ったよ。もうすぐ、宗近の出陣だ。あ、来ました。こちらも一緒に行ったへん。行くか。それにしても宗近様はみんなも、さすがはちょっと顔を合わせただけで一気につくと思ったんじゃない。あ、お姫様。ん、こうしてみるとちゃんと王女しているんだな。普段詰め所でダラダラ食っちゃう。宗近に行くなとダダを。当然だ、姫殿下は姫殿下なのだからな。あ、アンジュ様、なんだか寂しそう。うん、ああ、宗近行っちゃった。後で王女さんが。宗近、どうか。宗近のことだ。王女さんを悲しませるような真似をするはずはないからな。よう、あんちゃん。宗近様。ウコン、これは正式な式典だろうに。まあな、宗近の姉ちゃんはともかく、雷光もデコポンポも。だから。そうか、しかし結局こういうことになった。それが正常のご意志。あの方のおっしゃることに間違いはない。そういうもの。あ、正常トゥスクルー兄貴。ああ、ところでクオンなら、いや、あ、なんていうか、ああ、さすがに故郷への進軍を見送る気にはならねえか。そのあたりは割り切ってたみたいだし、ウコンが悪いわけじゃないのはさすがに不機嫌さは隠す。姉様、このまま伏せて本当の山。そうか、そうだぞ、クオンはそんなや。だから、まあ自分も大丈夫だと信じ。そんなわけでそろそろ戻る。ああ、よろしく。さて、とりあえずはごちそうだ。ルルティエに手伝ってもらってごちそうを用意するとしよう。We'll be right back.
やはや快進撃とはまさにプスクル恐るるに足らず。にゃぷぷぷ、連中はウズール社の蛮族どもと大した違いはない。はあ、そしてこのまま勢いに乗って一気に。おお、さすが。そうにゃもそう、ありがたく。い少々油断が過ぎる。ここは我らにとって未開の地、不用意に踏み入ればこの先は慎重に進むべき。これはこれを誇り高き大和八千、慎重なのも結構にゃもん。まあよいにゃも。宗近、貴公の話にも将たるものはいかなる場合だ。にゃむ。だが必要以上に敵に怯え兵の方を鈍らせるのも愚の骨頂。たとえ罠であろうと、今のデコポンポの武勇をもってすれば。そう、さすがは雷光太鼓。だん宗近、俺はこの遠征の統括を任じられた身だ。その責任と自負はある。貴公には貴公の考えがあろうが。承知した。にゅっ、今宵はこの了解であります。はっ、では小生も失礼する。よろしいので宗近様のおっしゃる通り。構わん、いい加減あのブルタンタの顔を見るのにもヘキヘキしていたところだ。自ら家中に飛び込みたがっているのであれば好都合。まああれがこんがり焼けたところで誰も食おうとはせぬだろうがな。これはまたひ、それに、それにうまくすればあの目障りな守護目を片付けることができるや。なるほど。報告します。1の州、3の州、死の州から。にゃも、残る2の州も背後から襲撃を受け被害甚大とのことです。背後からにゃも、どういうことにゃも。拙者にも何やろ。やはりこうなった。攻めることもできず引くこともかなわず、今はまだ大規模な戦闘こそない。しかしここまで苦戦すると誰が予想できただろうか。いや、今思えばあの時彼女はこのこ。ねえ宗近さん、テスクルへの進行は無理だ。正常の加盟とあらば戦が始まればたくさん死ぬことになるよ。そうか、貴公はトゥスクルにゆかりのあるものであったな。だがすまぬ、小生の一存。そう、どうか気をつけて無事に帰ってきて。やはりこの遠征は誤りであったか。いや、弱気になっている場合ではない。この状況は打開せねば。オシトル、今回はどんな用件だ。言われた通り一人で来たが。